ウエストの金泉です。今日は、パタゴニアの、パタロハシリーズ、パタロハシャツについて、ご説明していきたいと思います。まずパタロハが何なのかというところからのお話なんですけど、パタロハというのは、パタゴニアのブランドの中で、1986年から、独立して、パタロハという名前で、アロハシャツ、当時のハワイアンシャツを作る、同じブランドの中なんですけど、別のレーベルブランドとして立ち上がったものです。で、1986年の、販売開始の時から、毎年、色柄を変え続けて、今年2020年になりますけど、今年まで、発売され続けているという商品ですね。当時アロハシャツ自体がだいぶ下火になり始めてたという背景の中、パタゴニアの創業者のイボン・シュイナードがその伝統的なパタゴニアのシャツを守っていこうという観点から、当時始めたという背景もあります。こちら並んでるのが、手前から、今年のリミテッドエディション、メンズリミテッドエディションパタロハシャツというものですね。これ色の名前がカ・ロア・ポノという、ハワイ語で程よい収穫という意味を表す、これが今年のリミテッドエディション限定のカラーのシャツになります。で、後ろに2着ここ色違いで並んでるのが、今年のメンズパタロハシャツっていう感じで、基本的にパタロハシャツっていうのは、リミテッドエディションという形で、その年を象徴するような一着が毎年存在していて、それと合わせて最近は何ですかね、それの付属するような形で、メンズパタロハシャツっていう形で色とか素材が違うものが、毎年出続けているという形になってますね。昔は結構長い間リミテッドエディションというか、その毎年単色一つ、一色一柄のみっていう年代がだいぶ長かったですね。2000年代中盤後半ぐらいからですかね、色が毎年多色展開されるようになったのは。最近だとさらに、アロハシャツだけじゃなくて、ショートパンツとか T シャツとかキャップとかトートバッグとか、パタロハのブランド名で、さまざまな商品がラインナップされるようになって久しくなりましたね。パタロハなんですけども、販売店の方に、パタゴニア取り扱ってるお店さんたくさん世の中あると思うんですけども、販売するお店に制限というものがございます。パタロハを、販売するには、そのパタゴニアが提示するそのパタロハの背景というか、何ですかね、ミッションステートメントを体現しなければならないという、ある意味制約のようなものがついているので、例えばこのパタロハのリミテッドエディションのシャツのみをじゃあお取り扱いさせてくださいという形で展開することができないので、簡単に言うと何種類か、取り扱わないと、取り扱いがまずさせてもらえないという商品になってます。なのでパタゴニア、お取り扱いの正規のお取り扱いのお店だという表示があっても、取り扱えないお店さん、お取り寄せができないお店さんも、結構あるというところも、知っていただければなと思っております。ちなみにウエストは、こちらパタゴニアのシャツパタロハシリーズは、取り扱いできるという形になっております。はい。主にじゃあリミテッドエディションの紹介になるんですけども、素材の方がですね、こちら、テンセルリオセルツイル 100% ですね、非常にテロッとした素材ですね。薄手で光沢のあってツルツルした触り心地、テロッとした素材になってます。ちょっとレーヨンとかシルクとかに近いような非常にツヤっとして触り心地のいい素材になってます。ちなみに毎年色から変わると言いましたけど、基本的にその
1回出たモデルに関しては、それ以降二度と出ることはないですね。毎年色柄必ず変わります。なので気に入った色柄のある年があったと思ったら、まあじゃあ来年待とうとかそういうことは基本的にできないですね。必ず入れ替わりがあるので気に入ったものはすぐ買ってください。ですね、素材色柄、色柄だけじゃなくて素材も変わります。こちらテンセルリオセルツイル 100% です。こちら2020年のリミテッドエディションです。まあ、今日ちょっと比較にこちらですね、2018年のリミテッドエディションのパトロハシャツも持ってきてます。こちら素材が全然違います。こちらヘンプ 60% でオーガニックコットンとテンセルツイルのミックスの素材になってます。ヘンプなんで結構ザラつきになってざっくりした素材になってますね。これは色柄名オピヒマンっていう色柄なんですけども、色柄だけじゃなくて素材もだいぶ毎年年によって違いますね。年代によって、それこそ86年とか80年代当時は、最初レーヨン素材でしたね。レーヨン素材から、テンセルと、まあ、コットンの混合にだんだん変わっていって、で最終的に、まあ、こちらのパタロハシャツとかですね、こちらオーガニックコットンですね。オーガニックコットン 100% の素材にだんだん変わっていって、で2019年、去年のモデルも、テンセルツイル 100% でした。そして今年のモデルも、まあ、テンセルツイル 100% ってことで、毎年色柄とともに素材も変わるので基本的に本当に同じものは、まあ、一つとして存在しないというところが特徴かなと思います。ちょっとじゃあディティールの方を見ていきたいと思います。まあ、色柄、素材変わるんですけども、まあ、パタロハシャツに共通する基本的な形というものがあります。はい、まず襟元ですね、俗に言う解禁シャツという形ですかね。で一番上の部分が折られて襟元が開いています。この解禁の襟、これがまず共通項の一つですね。二つ目、こちらボタン、ココナッツボタンですね。アロハシャツの伝統的なディティールですけども、こちらのココナッツボタン、こちらもパタロハに共通するディティールです。で3つ目、左胸のポケット、こちらもトラディショナルなパタロハ、アロハシャツのディティールの一つですね。そして最後、ボックスシルエットでプリーズの入った裾ですね。このこちらのパトロハシャツも、プリーズ入ってます。まあこのような基本的なディティールは、やはりアロハシャツの伝統的な形式として、色柄変わろうとも毎年パトロハシャツの中に守られているディティールというものになります。でタグの方を見ていただくと、これリミテッドエディションなんですけども、これがパタロハのロゴになってるんですけども、下にリミテッドエディション2020というふうに刺繍が入ってますね。こっち今年の通常のパタロハシャツですね。こちらリミテッドエディションの文字がないです。リミテッドエディションのものにだけリミテッドエディションという刺繍が今年は入っています。まあ、そもそもこのパタロハのロゴ自体も、年月によってだいぶ変わります。これも2000年代前半くらいまでは、毎年微妙に年代の刺繍だけ変わったりとか、まあ柄自体が変わったりとかいろいろ変更があります。まあ、タグもそのパタロハシャツ独特の、まあ、文化の一つなのではないかなと思います。こちら2018年のものはリミテッドエディションですが、リミテッドエディションの文字ないです。結構毎年細部にわたって変更が本当に入るので、まあ同じものが一つもないという点かなと思います。はい、でサイズ感なんですけども、結構ざっくりとした、まあ大きめのサイズ、まあこれはパタゴニアに
共通するサイズ感ではあると思うんですけども、まあ、アロハシャツ自体が結構ボックスシルエットで、まあ、ワンサイズ上のものを、結構緩めに着るっていうサイズ感のものが多いと思うので、まあ、普段のパタゴニアの着用されているサイズよりワンサイズ上げていただいてもパタロハシャツの場合は結構様になるかなと思います。ちょっと、こちらが2018年のものは XS サイズで、2020年のリミテッドエディションのものは S サイズなんですけども、ちょっとこちらの2つを今から実際に着てみたいと思います。はい、でじゃあまずは2018年のリミテッドエディションパタロハシャツ XS サイズを着てみました。身長が173センチ、体重が53キロですね。ちょっと立ってみますね。まあ、XS で本当にちょうどぴったりのサイズ感という感じですね。もともとアロハシャツ、袖が結構長いですね。普通の T シャツだったら、だいたいここの二の腕の半分ぐらいが袖の長さかなと思うんですけど、アロハシャツもともと袖が長いので肘の手前くらいまで袖がきます。まあ、丈は本当ちょうどいいぐらいの感じですね。で、横のスリット上はこんな感じですね。まあ、シルエットは本当にボックスシルエットで、切り落とされた四角い裾の形になってます。はい。こちらは、素材ヘンプなんで、洗うの非常に楽です。普通の洗濯物と混ぜて洗っています。まあ、こっちのテンセルリオセルツイルの方は、結構お洗濯気をつけていただかなければならないかなと思います。まあ、手洗いモードで、洗濯ネットを利用して、非常に摩耗に弱いので、裏返しにして洗濯ネットに入れて手洗いモードとかで洗っていただくのが一番いいかなと思います。で、乾燥機は使わないで、風通しのいいところで陰干しをしていただくのが一番いいかなと思います。ちょっとこっちはお手入れに気をつけてください。はい、じゃあ続いては、こちらのリミテッドエディションの方 S サイズ着ていきたいと思います。はい、じゃあ今度は、2020年のリミテッドエディションパタロハシャツの S サイズを着てみました。まあ、S サイズなんですけど、さっきよりそれほど 大きすぎず、こうだらしなさを感じるほどでもなく、まあ、このテンセルの素材の良さっていうんですかね、ちょっと着立てのいい感じの上品なやっぱり風合いに見えますね。サイズ感も、まあ、ワンサイズやっぱ大きいな、身幅がやっぱちょっと若干緩く感じるんですけど、まあ、丈も長すぎず、袖の長さもそれほど先ほどに比べてだらしなくはないですね。まあ、今年の色は、まあ、ドロミテブルーっていうベースのカラーに南国の植物のこう柄が入ってる柄になります。若干そうですね、丈は長いですけど、まあ、ボックスのシルエットも変わらずですね。はい、今回は、パタゴニアの、パタロハシャツについて、ご紹介しました。今年のリミテッドのカラーは結構、いい、ここ数年の中だといい色だと思います。結構なくなるのも早いと思うんで、ぜひ早めに、チェックしてみていただければなと思います。以上です。